10月17日太田文化の森ホールで3種類の弦楽器によるクラシックコンサートが開かれました。弦楽器のさまざまな音色を楽しんでもらおうと、5年ほど前から楽器の組み合わせを変えて年に数回行われているコンサートです。はじめに楽器について紹介があり、ハープは演奏中に足で音程を変えるといった説明に客席から驚きの声が上がっていました。高音域のバイオリンと、あと低音域を担当するチェロと、あとその間を縫ってこう和音を作るハープで、音域的にもバランスが良くていい効果が現れたのではないかと思います。自分の音色も細かいところまで聞いて演奏できるっていう点が、私自身この編成が大好きになりました。でこの空間を共有してもらえたことが皆様の中心に何か残ったらなっていう、気持ちで演奏していました。弦だけの三重奏が生むハーモニーに来場者からは大きな拍手が送られていました。チェロはあんまり聞いたことなかったんで、今回はチェロ十分に聞かせてもらって本当に良かったと思います。組み合わせは初めてだったのでとても新鮮な感じがしました。